はようございます。7月8日、月曜日の朝です。部屋の中の温度は優に30度を超えています。もう汗がちょっと肌にぴったりくっついているような、そんな朝ですけれども、今日もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、体のどこが動いているのかを観察してください。尾てい骨から頭蓋骨までつながっている長い背骨を想像してください。腰に5つ、胸に12個、首に7つ、合計24個が連なっています。その背骨がどこが床についていて、どこが床から浮いているでしょうか。脇の下の角度を比べてください。どちらの方が脇の下が狭くて、腕と胴体が近く感じますか？頭を左右に傾けてください。はい、では両膝を立ててください。そして指を組んで頭の下に置いてください。ゆっくり優しく頭を床から浮かせたり床に戻したりしてください。その時に呼吸は止まっていませんか？楽に楽に。床は頭から浮かせるといっても頑張って大きく浮かせなくても大丈夫です。ほんの1センチにも満たないくらい、頭が床から離れるか離れないかくらいでいいので、呼吸が乱れずゆっくり優しく頭を床から浮かせてください。その時に体の背中の部分のどこが床に強くついていくでしょう。頭が浮いた分、どこかが床に強くついていく場所があるはずです。それは頭が床に戻った時に床から少し軽くなっていく部分かもしれません。頭が浮いて戻る時に背中では何が起きていますか？背骨のどの部分が床に強くついて、そして床から軽くなっていくでしょう。呼吸を楽に。その背中の強くついていく部分が感じられたら、今度は頭を浮かせて、頭を少し右にずらせて、右の床に置いてください。この時に頭を傾けていくのではなくて、頭を水平移動して、右の床に置いてください。そうすると、この尾底骨から頭蓋骨まで連なっている背骨が少し曲がっていきますね。そしてゆっくりまた浮かせて戻ります。この動きを何度か繰り返してください。
大きく動かそうとせず、楽な範囲でやってくださいね。背骨を観察してください。背骨のどのあたりが、頭が動いていく方向に動いていくでしょう。首に7つ、胸に12個、腰に5つ、その24個の背骨たちの何番目ぐらいから影響を受けますか？呼吸は止まっていませんか？楽に楽に楽な範囲だけで動かしていると、知らず知らずのうちにその範囲が少し増えてくるかもしれません。そして頭の重さはどうですか？どこが床を押しているのかを分かったら、その背骨のあたりが床を押すことによって頭が自動的に浮いてくるかもしれません。首にぐっと力は入っていませんか？頭はこの両手に預けておいて、背中が床を押すことで頭がふわっと浮いてくるのを感じてください。では、動きをやめて、両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にしてください。右側と左側を比べてください。このあばらの長さ。あばらの長さっていうのは、脇の下から骨盤までの長さとしてみてください。右と左と比べてください。長さはどちらが長いですか？脇の下の角度はどうでしょうか？背骨の右側と左側を比べてください。長さは違いがありますか？では、もう一度、両手を頭の下に置いて、両膝を立ててください。そして今度は頭を持ち上げて、頭を左に少し動かして、左の床に預けてください。この体勢で肩が痛い方は、この手を組むのをやめて構いませんよ。痛くないところに手を置くか、もしくはもう手は下ろしてしまっても構いません。頭が床から少し浮いて左に移動させて、そして左の床に預けてください。この時に呼吸ゆっくり2回くらいして、力が抜けたなと思ったらまた床から浮かせて元の位置に戻ってください。頭を転がしていくのではなくて、少し浮かせて平行移動でお願いします。呼吸は止まっていませんか？背中のどのあたりが床を押しているか観察してください。そしてその背中の
床に強くつくところで床を押すことによって頭がふわっと持ち上がるポイントがあるでしょうか。楽に楽に背中のある部分が床を押すことによって骨盤にも動きがありそうですか？床から浮いている腰のあたり、床との距離は変わるでしょうか？呼吸楽に。頭の重さはどうですか？最初に比べて少し軽く感じるでしょうか？ではゆっくり動きをやめて両手両足を床に預けてください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして体の右側と左側を比べてください。尾てい骨から頭蓋骨まで連なっている長い背骨を想像してください。背骨のどこが床について、どこが床から浮いているでしょう。今日最初に仰向けになった時と比べて、背骨の感じ、背中の感じに何か変化がありましたか？頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。ほんの少し浮かせて少し移動させるだけなんですけれども、背骨が少しずつ動いて、この胸周り、肩周りが少し軽くなったでしょうか。今日も蒸し暑い日になると思いますが、呼吸、ゆっくりして、圧迫されないようにしましょう。では今日も、今週もですね、今週もゆったりと始めていきましょう。いってらっしゃい。